7番街駅はニューヨーク市地下鉄 BMT ブライトン線の駅である。ブルックリンク、ブロスペクトハイツとパークスロープにある7番街、パークプレイスとフラットブッシュアベニューの交差点に位置し、B 系統が平日23時まで、9系統が終日停車する。この駅は B 系統が停車する2つの7番街駅のうちの1駅で、もう1駅はマンハッタン区に位置する7番街駅である。 両駅の区別のため、マンハッタン区側の七番街駅は七番街マイナス53、丁目駅と案内されている。当駅は1920年8月1日の BMT ブライトン線、プロスペクトパーク駅からディカルブアベニュー駅への延伸と共に開業した。1964年から1965年にかけて駅は改良工事を行っており、ホームが IND の一両あたり60フィートの車両重量編成、あるいは BMT の一両あたり67フィートの車両給料編成の停車に対応するために、有効長を615フィートまで延長した。駅は相対式ホーム2面2線の地下駅である。ホーム上には2つの閉鎖された階段があり、改札外の現在は閉鎖された部分へとつながっている。また、 ホームには面していないが、駅の両脇を IRT イースタンパークウェイ線観光船が通っており、駅北側ではトンネルの開口部からイースタンパークウェイ線南行観光船を見ることができる。また、イースタンパークウェイ線南北急行線がブライトン線の下を通過しているほか、急行線からの非常出口が当駅の南北ホームに接続している。ホーム上に改札がある。 南広報部、ありがとうございます。